札幌では昨夜から本格的に雪山の排雪作業が行われていますが、市内ではバスの遅れや一部迂回による運休が続いています。札幌市では昨日夜から幹線道路や学校の周辺を中心に排雪作業を進めていますが、中央バスと上鉄バスによりますと、まだ道幅が狭い場所があり、迂回運行をしているため、一部区間で運休しているということです。また渋滞も発生していて遅れも出ています。今どれぐらい待たれてますか？今もう、さっきから20分ぐらい待ってます。札幌では今日も3月上旬並みの3度まで気温が上がる予想で、路面状況の悪化に注意が必要です。